はい、217回始めます。今日は2月21日のもう午後6時過ぎましたか、ところです。寒くなってまいりました。本当にね、この廃屋で何をやってるんだと。なぜか夜になってしまうんですね。別にこの暗闇で叫びたいわけじゃないんですけど、なんか遅くなるんだな、いろいろ準備してると。明るいバージョンもあるんで、これ初めて見たから、何も真っ暗なところで喋る、チャンネルじゃないんでね。ということで今回、ノーベル賞、またやってまいりました。今年は10月の、3日から10日ぐらいに発表されるっていう話ですね。これも曖昧なんですけど、私が軽く調べたところによると10月の3日から10日だから、今ぐらい9月21日ぐらいにやるのがちょうどいいんではないかとね。まだ話題にもなってないですけど、いつもね、ノーベル賞が本当直前になるとね、ニュースとかで始まるんですね。で、まあ毎年毎年ですけども、日本だとね、村上春樹さんが今年取るんじゃないかって言っても20年も経つんじゃないですか。本当に取ってほしいですけどね。日本人大江健三郎さん以来20何年ぶりですよね、文学賞。川端康成、大江健三郎しかいないですから、ノーベル文学賞。まあ思想的にはあんまりね、共感できない方ですけども、村上春樹さん、私も読みましたよ、ノルウェーの森。確かにね、読めるし面白いっていうかね、あれ中学生の時かな、読んだな、エロかったな、中学生の私にはエロすぎた、直子がおかしすぎたっていうね。まあまあまあ、でノーベル賞、これね、過去一番取ってるのが、まあアメリカ、これぶっちぎりです、271個。まあこの個数とかね、ちょっとその統計の取り方によってずれてくるんでね、なんともあくまで目安ですけども、国籍とかね、生まれはどこどこだけど育ちはここだよとか、勉強したのはここだよと、成果出したのはここだよっていう形で国別にね分けるのがなかなか難しいところなんですけど、この私見てるデータだとアメリカが271個でノーベル賞ダントツトップ、2位がイギリス、3位ドイツ、4位フランス、5位日本、24個、次は6位スイス、7位スウェーデン、地元ですね、8位オランダ、9位ソ連、旧ソ連、ロシア、10位カナダっていう形でね、カナダ、デンマーク、オーストリア、イタリア、ベルギー、オーストラリア、イスラエルって続くんですけども、なんと日本5位ですよ、24個。素晴らしい、人類に貢献してると。でさらにこれがですね、この戦前、やっぱノーベル賞もね、かなり政治的な、影響っていうのを受けるんで、戦前はね、このドイツとか多かったんですよね、イギリスとかね、でこれをもう2000年以降に限って話すと、2000年以降の受賞者数、なんと日本は2位ですね、単独2位、アメリカに次いで、まあアメリカぶっちぎりなんですけど、単独2位ですよ。ということで、でアジアで見ると、アジアでノーベル賞取ってるのはね、まあ平和賞を除くと、平和賞っていうのはね、これ政治的なもんですから、いろいろね、物議を醸すんですけども、自然科学分野に限った話で言うと、多分アジアでノーベル賞を取ってるのは日本と台湾は取ってると思いますよ、確か。台湾1、2個取ってると思います。で、シンガポール取ってないかな、インド取ってるかもわかんないですね。インド1個ぐらいは。それぐらいじゃないですか。中国は取ってるかな、わかんない。中国。メインランドチャイナ。取ってるかな、わかんないですね。それぐらいです。アジアではもう日本ぶっちぎり。で、韓国なんてノーベル賞欲しくて欲しくて、毎年毎年大騒ぎするんだけどね。取れないですよね。取れないと思いますよ、今年も。あそこは。取ろう取ろうなんて言ってる国には取れない。ノーベル賞は。そうそう簡単には。で、本当に過去の日本の、受賞者を見るに、まあ私がね、誇らしいって言って、まあ喜んでどうする、やっぱでも嬉しいですよ、日本人として。なんていうのかな、
なぜか嬉しい。なぜか嬉しい。で、ね、私がね、ノーベル賞、今ね、もう24個じゃないですか、日本も。すると、ノーベル賞の価値も随分下がったって、下がるわけじゃないんだけど、気はしますね。うん。私、子供の時、小学生、中学生ぐらいの時かな、日本一桁でしたもん。7個とかですよ、8個とか。で、その時のね、私覚えてるのが確か87年の利根川進さん。この時、まあ今でもね、新聞一面大きく飾りますけどね、トップニュースで。めったにそうそう取れるもんじゃないんだと。うん。87年の利根川進さんね。この時点で多分、前は福井健一さん、江崎レオナさん、浅永慎一郎さん、井川秀樹さんの、この 4,5 人しかいなかったんじゃないかな。あと、ね、文学賞の川端康成と平和賞の佐藤栄作ぐらい、だから7、8人ぐらいしかいなかった。で、その時、87年、私73年生まれですから、14、15歳の時かな、に利根川進さんが取って、おーすごいなと、ノーベル賞ってそうそう取れるもんじゃないんだというのを感心して、次が大江健三郎さんかな、年代からいくと。で、2000年代に入ってから日本すごい、もうここから私も分かんないですよ、名前、うん、全部はね、詳しく多すぎて。白川秀樹さんは分かる、野井良治さんっていうのかな、あと小柴正、うん、あ、この人は覚えてる、うん、なんとかかんで、なんとかかんでの物理学の人ね。あと神尾かんでか、神尾かんで、あと田中浩一さんね、これどこでしたっけ、なんとか製作所ですよね、確かね、民間企業のね、田中浩一さん。あと南部陽一郎さん覚えてる、この人アメリカに確か国籍移ってるはずですね。あと増川さんね、英語が喋れないって言ったおっさん。あと小林さん、小林誠さん、この辺知らないの、もう下村治さん、鈴木明さん、名前読めない、根岸英一さんっていうのかな。あと山中伸弥教授ね、この人有名ですね、なんだ、うん、細胞なんとか細胞、 iPS 細胞、はい。あと2014年、赤崎さん、この辺からもう全然わかんないですね。赤崎さん、天野さん、中村修司さん、この人はわかりますね。ちょっと濃い人ですよね、この人ね、性格的に強いっていうか、LED の人じゃないですか、青色発光ダイオードの人じゃないですか、この人、中村さん。あと大村さんね、大村聡さん、梶田さんっていうのかな、名前は分かんないですけど読み方。あと、うわ難しい、大熊さん、大熊さんと本、この人も難しいな、本なんとか優さん、うん。あと吉野明さん、真鍋さん、去年か、去年真鍋さん撮ってるんですね、はい。ということで今年はどうなんだということです。日本人取ってほしいですけど、まあ将来的に多分10年20年後には取れなくなる、なかなかね、取れなくなると思いますよ。日本も研究がね、研究費とか少なくなってきてるんで、でももうちょっと取れるんじゃないかとここあと何年は、3年5年ぐらいは。で、今年の有力候補なんと結構いるんですね。で、我が宮城県出身じゃないまでも東北にゆかりのある方結構出てます。まず候補に上がってる人の名前は細野秀夫さん、これ東京工業大学教授、超伝導体を発見、すごいですね、鉄系の超伝導体を発見したと。この人候補に上がってる、まあ、詳しくは言わないですよ、く分かんないんで。あと徳良さん、理研、理化学研究所のセンター長、マルチフェロイック物質を発見、すごいでしょう多分、うん。あと東北大学電気通信研究所の所長、中澤正隆さん、東北大学ですんでね、これ押しますよ。エルピウム添加ファイバー増幅器を開発、素晴らしい。よくわからないが、光ファイバー通信網を支える何か物質を見つけたんじゃないでしょうか。中澤さん、取ってください。あと、大野秀夫さん、東北大学電気通信研究所教授。中澤秀夫さん、これも東北大学です。頑張ってますね、東北大学。磁石の性質を持つ半導体を開発。半導体研究強いんですよ、東北大学ね。あと、香取さん、東京大学教授。光格子時計を開発。300億年に1秒しかずれないという高精度な時計。300億年に1秒しかずれない時計を開発した香取さん。すごいのはわかるけど、こんな時計はいらないよ。うん。あと、水島昇さん、東京大学大学医学系教授。うん。オート
ファジー現象可視化、世界初、生きている細胞内でオートファジー現象可視化、素晴らしい、よくわからないが素晴らしい。で、私が一番面白いのはこの人、小川誠二さん、東北福祉大学、東北福祉大学特任教授、MRI ですね、お医者さんにある、MRI 製装置の基本原理を発見ということで、小川誠二さん、なんと私、東北福祉大学の割と近くに勤めてますっていうね、あとうちの母親が今、特別養護老人ホーム入ってるんですけど、もう東北福祉大学に関わりのあるところなんで、小川さん、今年はあなたに期待だ。ということで、ノーベル賞、これ盛り上がる人もね、年々少なくなってきてると思うんですけど、なんていうか、前はね、ノーベル賞なんて言ったらすごいと思います。最近ちょっと取りすぎちゃって、日本がね、あんまり凄さがね、実感しなくなってきてるんですけども、やっぱり、数々ある賞の中では最高権威の賞なんでね、ぜひ日本人として、私にメリットは何一つないといえば、やっぱプライドっていうか、なんていうのかな、海外とか出た時にね、やっぱり日本人の評価っていうのはこういうところでもかなり違ってきますんで、もうアジアではナンバーワンだぞと、追随を許さないんだぞというぐらいにノーベル賞を取ってもらいたいなと思います。はい、今年は10月3日から10日ぐらい発表されるということで、ぜひぜひ自然科学分野、小川さんはじめですね、誰か取ってくれないかなと期待するところでございます。できれば村上春樹さんね、もうこれ生きてる間じゃないともらえないんで、死んでしまったらもらえないんで、早めに取っていただけたらなと思います。ということで、217回、暗闇の中ですね、見てくれたあなた奇跡ですんで、本当にいない、だいたいね1分ぐらいで皆さんいなくなるところを見てくれてるんで、マニアですよ。マニアだったらチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。